動画を開いていただき本当にありがとうございます。今回のテーマと水辺スポットは渦間川の水辺と蔵の町栃木。それでは今回見ていく場所を空から確認してみましょう。東京駅から北に約80km、栃木県の栃木市、かつての県庁だった町、蔵の町の中を流れている渦間川、今回は水辺スポットとして紹介します。東武日光線と JR 両毛線の駅である栃木駅から渦間川を目指します。蔵の町大通りを進むと関門橋、川の中に緑が多い、鯉がいる。次の橋は相生橋、相生橋の手前に古い洋館、片岡写真館、明治2年創業らしい。古いですね。渦間川は町の中を流れてるっていうのが分かります。向こう側は堰になってる、流れが分かれてる。この橋は公園橋、二つ並んでかかってるみたいですね。ここは渦間公園、向こうに水門があります。公園の中に噴水だ。上流に向かいましょう。最初の橋は渦間川橋、川沿いの柵も感じいいですね。歩道も綺麗だ。ここに遊覧船の乗り場があります。黒部へと遊覧船がポスターになってるので、この風景が栃木市の街並みのイメージになってる。ここが一番有名な場所かもしれません。右岸は自動車も通るみたいですけど、歩きやすい雰囲気です。塀の中の建物は大きいし、白と黒でまとまってる。ドラマのロケ地にもなってるそうです。次の橋は高麗橋、太平山神社の参道へとつながってます。川沿いは整備されてるみたい。車も通るので気をつける必要はありますね。水深は深くなさそうです。この橋は大和橋、渦間川の橋はみんな石造りですね。周りの建物はあまり川には開いてないみたい。ちょっと閉じた感じもしますね。ここは階段になってます。水際に降りれたんですね。歩けそうです。川沿いに蔵がありました。ここは歩道があります。横から川が合流してる。下に行けますよ。家のすぐ横に堀、荷上げ場ってあります。ここも舟運で使われてたんですね。奥の洋館の方につながってます。この橋は時和橋、この先は左だけ通れるみたいだけど、そこを行く感じじゃないですね。戻りましょう。栃木市は北関東の小都と呼ばれてた。そこには渦間川の舟運があった。柵にある行灯は夜には電気がつくみたいですよ。7月から9月末まで渦間川行灯祭り。それだけでなく、鯉のぼりや冬のイルミネーションとか、渦間川遊会が中心となって盛り上げてるそうです。黒部は道は狭いですけど雰囲気がいいですね。渦間川橋まで戻ってきました。橋の下に船があります。べか船みたいです。水深がないので、そこが浅い船じゃないと行き来できないんでしょうね。ちょうど乗り込むところだ。だいたい25分らしいです。やっぱり観光船と黒部の感じはいいですね。渦間公園から高麗橋の間をゆっくり行って戻るコースですね。船頭さんが栃木市と渦間川の説明をしてくれる。それと栃木菓子船頭歌を歌ってくれるらしい。黒部の中にチケット売り場と待合場があります。
ここは川が観光の中心にある感じですね。栃木市は蔵の町と言われてる。その古い建物をいくつか見てみましょう。塚田歴史伝説館、黒部の中の建物ですね。蔵の町大通りにある五連蔵。古いですけど蔵ですか。他にも通り沿いなどに古い建物があります。この横から見ると確かに蔵ですね。出汁会館、秋祭りに絢爛豪華な人形出汁が町を練り歩くんです。今回はこれで終わりにしましょう。